高度 2000km 以下の軌道を周回するスペースデブリの分布、大気圏突入した大きなスペースデブリの一部が燃え尽きずに地上へ落下したもの、出る谷の燃料タンク、スペースデブリ、または宇宙ゴミアメリカ英語、スペースジャンクとは何らかの意味がある活動を行うことなく地球の衛星軌道上、低、中、高軌道を周回している人工物体のことである。 宇宙開発に伴ってその数は年々増え続け対策が必要となってきている。ここでいうスペースデブリには対応年数を過ぎ機能を停止したまたは事故故障により制御不能となった人工衛星から衛星などの打ち上げに使われたロケット本体やその一部の部品多段ロケットの切り離しなどによって生じた破片デブリ同士の衝突で生まれた微細デブリ さらには宇宙飛行士が落とした手袋、工具、部品なども含まれる。なお天然岩石や鉱物、金属などで構成された宇宙人は流星物質と呼ばれ区別されている。旧ソ連がスプートニク1号を打ち上げて以来世界各国で4000回を超える打ち上げが行われ、その数倍にも及ぶデブリが発生してきた。多くは大気圏へ再突入し燃え尽きたが、 現在もなお4500トンを超えるものが残されている。これらスペースデブリの総数は増加の一途をたどっている。上、それぞれ異なる軌道を周回しているため、回収及び制御が難しい状態である。これらが活動中の人工衛星や有人宇宙船、国際宇宙ステーションなどに衝突すれば、設備が破壊されたり、乗員の生命に危険が及ぶ恐れがあるため、国際問題となっている。 現にニアミスや微小デブリとの衝突などは頻繁に起こっており、1996年にスペースシャトルエンデバーのミッションで若田光一宇宙飛行士が回収した日本の宇宙実験室には微細なものを含めると500カ所近い衝突痕が確認された。スペースデブリは地表から300から4 5 0キロメートルの 低軌道では7秒速 8km、36000km の正式軌道では秒速 3km と非常に高速で移動している。さらに軌道傾斜角によっては相対的に秒速 10km 以上で衝突する場合もあり得る。運動エネルギーは速度の事情に比例するため、スペースデブリの破壊力は凄まじく、直径が 10cm ほどあれば、宇宙船は 完全に破壊されてしまう。数センチメートルでも致命的な損傷は免れない。さらに数ミリメートルのものであっても場合によっては宇宙船の任務遂行能力を奪う。5から10ミリメートルのデブリと衝突するのは弾丸を打ち込まれるに等しい。このような衝突を防ぐことを目的として地球近傍のデブリ等を観測する活動は宇宙状況認識と呼ばれる。 北アメリカ航空宇宙防衛司令部の宇宙監視ネットワーク、ロシアの宇宙監視システムなどでは、約10センチメートル以上の比較的大きなデブリをカタログに登録して常時監視が行われており、日本でも微生スペースガードセンター、上西原スペースガードセンターの2施設でデブリの監視が行われている。カタログ登録されたデブリの数だけでも、約9000個に及び1ミリメートル以下の 微細デブリまでも含めると数百万とも数千万個とも言われる。二千十七年四月十八日からドイツダルムシュタットで開催されたスペースデブリに関する会合でスペースデブリは四半世紀で倍増したと報告された。最高速度時速二万八千キロメートルで地球の軌道を周回しているため小さなゴミでも有人宇宙船人工衛星の表面を破壊するほどの衝撃力を 持ち、危険である。1993年には、地上のレーダー観測で、地球軌道上に1 0センチメートル以上のスペースデブリが約8000個確認されている。それが2017年現在では、約2万個に増え、1メートル以上の宇宙ゴミも5000個あるという、約1センチメートルほどのスペースデブリは、飛んでいる弾丸とも言われ、75万個に上り、1mm、 以上のものは1億5000万個あるとする欧州宇宙機関の予測モデルもある。こうしたスペースデブリが互いに衝突してさらにゴミが拡散しかねない状況を招いた2つの要因として中国の老朽化した気象衛星風雲を対衛星兵器で破壊した2007年1月の実験と2009年2月のロシアの軍事衛星コスモス2251と アメリカイリジウムサテライト社の通信衛星との衝突が考えられるというプロジェクトウェストフォードと呼ばれる実験がアメリカマサチューセッツ工科大学のリンカーン研究所によって1963年に行われた。これは長さ2センチメートルの銅製の針を高度3500から3 8 0 0トル傾斜角87から96度の軌道に散布し、 そこに電波を照射して反射させることによって長距離通信を目指す、いわば宇宙空間に人為的に電離層を作り出すものだった。結果、初期の目的は達成されたものの、散布された針は実に4億8000万個に及ぶこととなり、国際的な批判を浴びた。2020年1月時点に、なお軌道を周回し、追跡されている針は42個である。 人工衛星や多段ロケットの最集団などが軌道上で爆発することをブレイクアップという1961年から2000年までに163回のブレイクアップが起きている。一びブレイクアップが起きると観測可能なものだけでも多い時で数百個から数千個のスペースデブリが発生する。これらは爆発前の軌道に沿って雲のような塊を形成し、 時間が経つにつれて徐々に拡散していく。ブレイクアップの原因としては次のようなものが挙げられる。人工衛星破壊衛星攻撃兵器実験による破壊や軍事衛星などの老朽化した人工衛星が他国の領内に落下することを防ぐために指令破壊することで発生。冷戦以降、アメリカとソ連は競って人工衛星の破壊実験を行い、数百億と言われる。 スペースデブリを発生させた。アメリカが1985年9月に行った回マイナス -15 戦闘機からのミサイル発射による P-78 から1ソルウィンド衛星の破壊では高度 525km の軌道上に地上から観測可能なほど大きなデブリ200個が発生しすべてのデブリが地上に落下するまで17年の歳月を要した。2007年1月11日には中国も 弾道ミサイルを使って老朽化した人工衛星風雲1号 C を破壊する実験を行った。この破壊では2841個のデブリが発生した。現在、国連では宇宙空間で人工衛星を破壊することを禁じる決議が採択されているが、アメリカ航空宇宙局は衛星破壊によるスペースデブリは大きな脅威ではないとしている。 推進剤の爆発役目を終えた液体燃料ロケットの推進剤が残っているとタンクの隔壁に亀裂が入って燃料と酸化剤が接触反応したり太陽熱によってタンクの内圧が上がったりして爆発することがあるこれはタンク内の推進剤を全て放出してしまえば防ぐことができるがそうした措置が取られるようになる前に打ち上げられた ロケットが10年以上経ってから爆発した事例もある。2007年2月19日に発生したロシアのプロトンロケット上段ブースターの爆発では1100個以上のデブリの発生が確認されている。電気回路のショート人工衛星に搭載されている二次電池の圧力容器が回路のショートによって加熱、爆発する可能性がある。衝突人工衛星同士。 デブリと人工衛星、あるいはデブリ同士の衝突、衝突事例を参照。特定の軌道を取るデブリの密度が臨界値を超えると、衝突によるブレークアップが連鎖的に発生して、デブリが自己増殖する可能性があると言われており、ケスラーシンドロームとも呼ばれる。その他、ブレークアップほど深刻ではないが、微細なデブリが生じるケースとして、 衛星の熱制御に使われる冷媒の漏れ、固体ロケットモーターの燃焼時に、噴煙内に生じる微細な粒子、塗料が剥離した破片も問題になっており、これらの発生を減らすような対策が検討されている。カタログ登録された直径 10cm 以上のデブリは軌道がわかっているため、ニアミスの恐れがある場合は衛星あるいは宇宙機の方が軌道を修正して回避することが可能であり、 また1センチメートル以下のデブリなら、有人宇宙機にバンパーを設けることで衝突した時のダメージを軽減できるが、その中間の大きさのデブリへの有効な対処は難しい。デブリを減らすためには、使用済みのロケットや人工衛星を他の人工衛星と衝突しない軌道に乗せるか、大気圏突入させる、デブリを何らかの手段で回収するなどの対策が必要である。これらの対策は、 少しずつ開始されているが、小さなデブリを回収する手段については、レーザーで溶かすというものまで含めて様々な方法が提案されているものの、まだ実用化されていない。基本的なデブリ対策としては、地上におけるゴミ問題と同様に、ゴミを発生させないようにするのが最良策である。デブリの対策は、当初は各宇宙機関が独自のガイドラインを作って規制していたが、 2007年に、機関間、スペースデブリ調整委員会やドックが、国際的なガイドラインを策定しており、現在はそれに従って対応が行われている。高度、約 2000km 以下の低周回軌道の衛星の場合は、運用終了から25年以内に、大気圏への再突入、落下が行われるよう考慮して運用が行われている。また、それよりも高度が高い衛星は、 運用に使われる軌道から外して、墓場軌道に投入する必要がある。具体的に取られている措置としては、初期の頃はロケットからの衛星分離時に破片が飛散していたが、日米、欧州のロケット、衛星では、これらをほとんど飛散しないような設計に変更している。その他、衛星を再突入させるほどの推進材が残っていない場合でもできるだけ高度を下げて、 軌道状態在年数を減らすことで、他のデブリとの衝突リスクを下げる試みが、アーズマイナニアはアーズ衛星などで行われている。また衛星を軌道投入した後、ロケットに軌道変更の余力が残っている場合は制御しながら、再突入する試みが始まっており、日本では HIIB ロケットに合気で試験が行われた。2015年4月21日には、 日本の理科学研究所により、理科学研究所、エコールポリテクニーク、パリ第7大学、トリノ大学、カリフォルニア大学アーバイン校からなる、共同研究グループが高強度レーザーを使用して、デブリを除去する技術を考案したことを発表した、同電性テザーをスペースデブリに取り付け、テザーに発生するローレンツ力を利用して、デブリの勢いを殺したい危険に突入させるという、 アイデアも JAXA 等で研究されている。2016年12月に打ち上げられたコウノトリ6号機では、実際にテザーシステムが搭載され、本任務である国際宇宙ステーションへの補給任務完了後に実証実験を行う予定だったが、装置の不具合で実験が行えなかった。デブリ対策にビジネスとして取り組むことを掲げるベンチャー企業アストロスケールが2013年に設立された。 本社陶器はシンガポールであるが CEO は日本人の岡田光信で日本にも拠点を置いている。具体的にはまずデブリの分布を把握するための人工衛星を続いてデブリを除去する衛星の打ち上げを目指している。2018年9月19日にはサリーサテライトテクノロジーによって開発されたスペースデブリを軌道から取り除く世界初の実験衛星である。 リムーベデブリーが網による超小型衛星の捕獲に成功したソーラーマックスのデブリコン宇宙空間に長期間暴露されていた物体の表面には衝突により多数の微小なクレーターが形成されるこの成員の衝突物体が流星物質であるかデブリであるかはクレーターの底に付着した残留物を分析したりクレーターの形状から衝突速度と角度を推定したりすることにより 判断される。1983年に打ち上げられたスペースシャトルチャレンジャーでは、軌道上で窓ガラスに何かが衝突し、深さ約0 5ト、mm、ルの微小クレーターが形成された。衝突したのは人工衛星から剥がれた塗料片だろうと考えられている。また、1984年にチャレンジャーによって回収されたソーラーマックス衛星の外壁2.5を 平方メートルの表面には約3年の宇宙空間への曝露により1000個ものクレーターが形成されていた。このうちの約7割が人工的なデブリによるものとされている。その後も同様の調査により時代が下るにつれて衝突頻度が加速度的に上昇していることが判明している。デブリが調査された代表的なものにはなどが含まれている。また、ミールや 国際宇宙ステーションから回収されたものでも分析が行われている。このように現在、微小デブリとの衝突は極めて日常的な出来事になっている。詳細は EN ・インテル・エージェンシースペースデブリスコーディネーション・コミッティを参照1993年に機関間スペースデブリ調整委員会やドックが設立され、各国の宇宙機関の間で スペースデブリの対策に対して協議されている。2007年にイヤドックはスペースデブリ軽減のためのガイドラインを発行した。現在はこのガイドラインに従ってデブリをこれ以上増やさないような努力が行われている。2019年2月11日からオーストリアで開かれる国連宇宙空間平和利用委員会で日本は米国など10カ国とともにスペースデブリ抑制など 宇宙空間の長期利用に向けた取り組みを求める声明を出すことが2月5日判明した。日本が率先して今後本格化する国際ルール作りで主導権を確保する狙いがある。声明は COPUOS の下部組織の科学技術省委員会で12日に発出し、日本の呼びかけに米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ、イタリア、韓国、豪州、 ニュージーランドの京急カ国が応じ、同様の声明を出す。ありがとうございます。